今回のこの揺れについてなんですが専門家の方は今後も大きな揺れに注意をするように警戒を呼びかけています。こちらの家屋1階部分が完全に潰されています。昨年震度6弱の地震が起きた場所で、もともとですね、2、3年ほど前から群発性の地震が発生し始めたんですよ。で、繰り返し繰り返し同じくらい の規模の地震が起きてまして、気象庁の方でも群発性の地震で直下型で震度5強ないし6弱ないしは6強の地震が起きるかもしれないという呼びかけをしている場所なんですね。ですので、まだこの群発性の地震の活動が収まっている気配はありませんので、地震活動には厳重な注意が必要ですね。こちら以前鳥居が前の地震で鳥居が倒れた春日神社に来ています。今回の地震で灯籠などが横倒しになってしまいました。地震のメカニズムは、能登半島沖の群発性地震は正確には診断はまだされてないんですが、地下水の影響があるのではないかと言われてますね。地下水の影響があるとなかなかその地下水が抜けないので、長期間群発性の地震が続く可能性があると思います。これまでの傾向から言うと群発性の地震が収まっている傾向は見られないと私は思っています。ですので、まだ地震活動は活発な場所であるということに留意する必要があるんじゃないでしょうか。6強で短周期の地震が起きると、今映っているような木造家屋は倒壊の恐れもありますので、今後の余震が起きたときに建物に影響が被害が与える可能性をやっぱり注意する必要があると思いますね。あっちゃあ、こちらの陶器店ではご覧のように足の踏み場がないほどお茶碗とかが割れてしまって散乱しています。これはひどいな。立ってられなかったですよ。これごとあれだから、もう電柱に捕まろうと思ったけど、それも揺れてるから、いつも空き地があるんで空き地へ行きましたけど、でも行けないんですよ、もう立ってられなくて。揺れて。一般的にはですね、大きな地震が起きると1週間程度は同じ規模の地震が起きますよという呼びかけが気象庁からなされますので、当面やっぱり1週間は大きな地震が起きる可能性を想定して対処する必要があるんじゃないでしょうか。こちらの和菓子屋さんのガラスなんですけども、地震で割れてしまっています。さらに心配されるのはお天気の影響だといいます。明日ですね、天気が大幅に崩れますので、今日相当大きな揺れがあったので、地盤が相当弱っている可能性がありますので、観光客の方、地元の方はですね、土砂災害の警戒も明日は十分する必要があるんじゃないかと思います。雨となることが、雨になる可能性があると言われていますので。